ユーゴスラビアはソ連と対立したのでコミンフォルムから除名されています。なのでアーはオッケー。チャウセスクはルーマニアの独裁者で1989年の東欧自由化の流れで処刑されています。ユーゴスラビアはイタリアの向かい側の A、 つまり答えは1になりますね。さらっとユーゴスラビアのまとめをチェックしましょう。ナチスドイツの侵攻を受けたユーゴはパルチザン闘争の末に自力で国を守り、1945年に東欧初の人民共和国を建国します。ソ連の力を借りなかったので独自路線を歩みます。ユーゴスラビアの指導者ティトーはアメリカのマーシャルプランを受け入れたため1948年にコミンフォルムを除名されます。これやたら試験で聞かれますね。ソ連がフルシチョフの平和共存路線を進めたので1955年にソ連と和解します。雪解けムードの中、1961年に第1回非同盟諸国首脳会議がユーゴの首都ベオグラードにて開かれます。そして1980年のティトーの死去で求心力を失った多民族国家のユーゴスラビアは1991年にクロアチア、スロベニアが独立宣言して分裂、内戦状態に向かいます。1979年にブレジネフがアフガン侵攻をしたのでこれが違いますね。 ② 1969年に中ソの間でダマンスキー島の国境紛争があったのでこれは OK。 ③ アルゼンチンとイギリスとの間のフォークランド紛争は1982年のことなのでこれも OK。 ④1989年マルタ会談による冷戦終結、その後の1992年から95年までユーゴで内戦があったのでこれは OK です。ざっと振り返るとフルシチョフ政権下ではポーランドとハンガリーで動乱があって、ポーランドは自主解決して自主路線を歩み、ハンガリーはソ連軍により鎮圧されてしまいます。ブレジネフ政権下では1968年にチェコスロバキアで自由化、民主化を求めるプラハの春がソ連、東欧軍によって弾圧されてしまいます。1979年にはアフガニスタンに侵攻して、ゴルバチョフ政権下の1989年になってやっと完全に撤退します。1. ポーランド回廊が作られたのは第一次大戦の後のことですね。 2. アルバニアがイタリアの保護国とされたのは1926年のことなので違います。 3. イタリアによってユーゴスラビアのフィウメが併合されたのは1924年のことなのでこれまた違います。 4. ユーゴスラビアがコミンフォルムから除名された、これですね。試験ではやたらと出てきますので完全に覚えてしまってください。1. これは1968年のプラハの春への弾圧の説明になってますので OK です。 ② ポズナにはポーランドの都市なので国名が違います。やっぱりこの辺はよく聞かれますね。③ベルリンの壁は西側と敵対するもので、ソ連と関係を断絶するなんてありえないですね。⑤. ワルシャワ条約機構の解体は1991年のことなので違いますね。
1. コミンフォルムは第二次大戦後の1947年、マーシャルプランに対抗するためにできたんでしたね。 2. モンゴル人民共和国は1924年に成立と意外に早いので要チェックです。 3. ベルリン封鎖はソ連によってなされたので違いますね。 4. カストロ政権は1961年に社会主義宣言を出して1962年のキューバ危機につながります。これが正解ですね。1. ラパロ条約はソ連とドイツの条約なので違いますね。2.独ソ不可侵条約は第二次大戦直前の1939年に結びましたね。3. ソ連は第二次大戦中の1940年にバルト三国を併合したので OK です。4. チェコスロバキアに軍事介入したのはブレジネフでしたね。またもや出てきました。まだまだいろんなところで出題されそうですね。